ジッポートボト作り機、私たちの力を産業。どうもどうも、風の川内です。風の江口です。あっちです。元気なのぞのっちです。はい、ということで今日は見てわかる通り、川内江口がちょっと風邪でございます。鼻声だったりちょっと咳が出たりと、はい、聞き取りにくいところもあるかもしれませんが、ちょっとそこはご了承いただけたらなと思います。そんな今日なんですけれども、はい、今日はなんと巷で噂の、はい、朝までそれ正解ゲームはやと思います。何それ、楽しそう。楽しそうでもね、ルールがいまいち分かってないの、はい、そのってルール説明をお願いします。はい、風のお二人もなんと忘れてしまうぐらいの楽しいゲーム、ではルール説明させていただきますね、はい、こちらはひらがな1文字で始まる〇〇といえばという形式のお題を出させていただきます、うん、それに対して皆さんそれぞれフリップに回答を書いていただき、うんうん、出し合っていただきます、はい、その後どの回答が一番わかるわっていう風になるかを皆様で話し合っていただき、まあ、最終的に私が決めるんですけどね。ただ各々の、回答に対して異議ありってなった場合は異議ありと言ってからそれはちょっと違うんじゃない、私の意見の方が合ってるんじゃないっていう形で言っていただければ助かります。では早速始めていきましょう、ね、選ばれればいいってことで、つまりはそのお題にぴったりな答えに選ばれればいいってことね、はい、それではフリップも用意できたところで早速問題にいきまーよー。では早速第1問目からいきます。はい、はい、あーから始まる言われたらキュンとするセリフは、あーから始まる言われたらキュンとするセリフ、ガチなんですか。ガチなんです。自分が言われてキュンとするセリフはもちろん、キュンとさせる場合もいいかもね。させる場合キュンだよね。キュン、キュン。ではお三方、はい、出揃いましたでしょうか。はい、それでは、はい、一斉にオープン。じゃあ江口から読んでください。愛してる王道で、王道で行きました。私は相手より俺の方があなたを好きだよだって確かに相手より俺の方があなたを好きだよ。嬉しいですほら、私は多分2人が好きとかかなと思って、あ、髪型変えた、はい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 、でもこれ変わったのめっちゃキュンとするかもしれないそうでしょ、はい、どういう場面で言われるの？奪い合ってる。でもその設定にいないとキュンとしないってことですか？私と大谷翔平とダルビッシュみたいな感じで。ああ、でもそれは羨ましい。それでもあれでしょ、両方選ぶでしょ。でも私ダルビッシュだから。私はダルビッシュは選ぶ。でももしじゃあ大谷君からこれ言われたらどうしますか？ダルビッシュの方があなたは好きだよ。そう。どうします？それ違う意味ですよ。でもそうだったらすごい複雑な状況にいないとキュンとしないってことを考えると、ね、愛してるがストレートで、愛してるはストレートですね、うん、いいかも。誰もが分かる言葉だし、うん、いいかもしれない。嬉しいですよね。髪型変えたわちょっと負けますねじゃあまあゾノッチ選んでもらいましょうか。じゃあはい、ではゾノッチはズバリトッツさんの髪型変えた、やった、まさかの、なんで？意味あり。こんなん誰でも言うよ。意外と言わないんですよ、言わないんですよ、この人。いい男はダメですよ。いい男は言うの。まあ髪型とか、うん、匂いとかね。あ、そうそう、おしゃれとかね、服いいねとかね。そういうの全般含んでます、これ。あら、そうなのか。そう、悔しいな、これ。奥さんも髪型変えた。キュンと来ますね。悔しいな。マジで。正解は、あ、髪型変えた。続いていきます。はい、はい、いいから始まる三洋工業のいいところは、いろいろ三洋工業のいいところはあると思うんですが、もう各々がここ私の一押しやなっていうところか、もうおすすめポイント私しか知らん、まああなたにだけ教えてあげる。そんな形で
三洋工業のいいところこれは各々の個性が出ますね。はい、さあ出揃いましたでしょうか。はいでは一斉にオープン。どういうことですか。じゃあちょっとホッチさんからじゃあご紹介を。生き生きみんな働いてるなっていうのはすごい思います。私実はこの部署が2つ目なんですけど、前の部署の人たちもそうだし、みんなすごいやっぱ楽しそうに働いてるし、まあ大変なこともめっちゃあるんですけど、まあ、そのためにみんなで協力して圧縮をしようみたいなことを言ってる環境っていうのがすごい産業にはあるので、皆さんがすごい生き生き働いてらっしゃるなっていうふうに思います。うん、はい、うん、では江口さん。私は広報に入るまでは全然広報業務に携わったことはなかったんですけど、この広報に来てから使ったことのないソフトを使ったりだとか、いろいろなことに挑戦させてもらって、自分自身も成長できているのかなと思っているので、いろんなことに挑戦できる環境が揃ってるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。いやこれは悩みますね。どっちにしよう。そうだよね、そうだ、ここにあ、失礼しました。いかにもかかつさ、いかにものいかにも、すべて言わずともいろんな意味が込められているいかにもです。笑いが揺れてる。言わずとも、そうそう、こっちに続く言葉はおのおの違うから。あ、高等技術、それはずるいじゃないですかでは、はい、この中でゾノッチが選ぶ回答は、これはカガツさんのいかにも。マジで、マジ意義あり、意義あり、ちょっと待って、意義あり、意義ありやわ。私とグッチさんめっちゃ真っ当なこと書いてるのに、いかにもって、いかにもなことを書くのが正解とは限らないって。いや、違う、その、いやいや、短いようで実は深いところが書きました。ほんまに思ってるじゃあちなみにカガツさん、いかにもの点続けてもらっていいですか。それは間違いないです。正解はいかにも。はい、次行きます。はい、 A から始まるしてもらって嬉しいことは、まあ、見つからなかったらセリフ込みでもいいですよ。セリフでいいんだね。してもらって嬉しいことですよ。ちなみにそのっちは、うん、ちょっと待って、コミついてるよこれこれ自分で書いてる、何これ脳が風邪ひいて出てもらわないかもしれない。はい、出揃いましたでしょうか。はい、ではオープン。だいたい A から始まるわー、はい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 、全然違う。これ飲んでたの美味しかったよ、優しいえ、ちょっと私だけ欲望の塊やん。ホッチさんが手伝いを、え、これは私に、君のために用意したディズニーランド貸し切りさいや、ディズニーランドが好きすぎてそれさえ貸し切っていただくか贈呈をしてもらったらめちゃめちゃ嬉しいなっていう、うんうんうん、貸し切りはすごい。私のは、え、何なの俺の歌の惜しかったよ、同じようにする、イケメン、あ、それなりですね、スマート。はい、江口さん、そんなの持たなくていいよ俺が持つから大体同じイケメン並んでるこの畑だこれは何を競わされてるさっき野球見たばっかだからどうなんやな、ちょっと、 もう完全にあれですか、もう星をイメージして、星しか出てこない。はい、決まりました、はい、こちらはガッチさんと、グッチさんですね、両方星限定やのに、いや、この相手のことを気遣うプラス自分はこうだよみたいな、確かに、できる男になりたいなと思ってます僕は。これ掛け合わせたやつめっちゃいいね。遅いですね。掛け合わせます。そんな持たなくていいよ。ありないついの。どういう状況？飲みの正解は、え、俺飲んでたの美味しかったよ。そんなの持たなくていいよ。はい、行きます。O から始まる広報業務の好きなところは。O から始まる。お。大谷翔平しか出てこない。それコアホームゲームじゃないです。大谷翔平しか出てこない。どうしよう、どうしよう。それはね、皆さん、こうすぐ思いつくんじゃないかなと思います。
はい、出揃いましたでしょうか。ではオープン。オリジナルデザイン、コーチさんから。これの意味は結構やっぱり一人じゃなくてみんなで進める業務がめちゃくちゃ多いので、やっぱり一つ何か終わった時に今回もお疲れ様でしたって言えるのって結構コーチの醍醐味かなと思った時に、それがすごい自分的には好きかなっていうので、ちょっと業務っていうところから外れてしまったんですけど。はい、ありがとうございます。じゃあ加藤さん。私はもう単純にオリジナルのデザインを作る業務が好きです。ありがとうございます。では井口さん。自分がこれできるからって思ってたこと以上のものが動画とかでも出来上がると、うん、あ、自分って意外とできるんだなっていう自信にもなるし、その通りです。ありがとうございます。こちらはもう全員ですね。イエーイ。正解はお疲れ様、みんなで協力して進めオリジナルデザインができる、おーと自分でも思う作品ができることもある。はい、じゃあ折り返しいきます。はい。カーから始まるテンションの上がるものは、はい、では一斉にどうぞ。なんかこう自分が好きなものとか、それこそポケカとかそうなんですけど、開封っていうその言葉、何かを開けるドキドキ感みたいな。それ何だっけ、お題。顔から始まるテンション上がる言葉。かっこいい顔、すら風とかっこいい顔。これもうダメですね。ダメですね。はい、これを取ったんで。やった、テンション上がるよね。上がりますよ。これも人間の真髄ですよね。いかでもかっこいいかも。正解は開封。はい、ではいきます。空から始まる広報の魅力は、どうでもいいのしか思い浮かばないよ。ちょっと待ってください。見ちゃった。これ見たらんかかな。一斉にどうぞ。クリーニング森本。森本のゲクリジグや。あ、そうなんですか。これお題なんやったっけ。空から始まる広報の魅力。ここじゃねえけどな。いつでも頼めるね。加賀地さんの候補、みんなくじ引き好きかな。好きですけどね。嫌いではないんですけどね。はい、風邪ひいてるわ。これは私一番まともじゃないですか。そうですね、まともすぎ。まともまともすぎ。そうになっても助け合い。ちょっと待って。それからもうこれは私が見てるだけで、赤二人ふざけて。正解はくじけそうになっても助け合い。はい。K から始まるやってみたい職業は、職業、職業限られちゃいますね。家事わかんない。何だけ楽しく思いつかないよ。もう動画。はい、では一斉にどうぞ。おー、うまい。自宅受け入れ。乗りたい、乗りたい、乗りたい。でか、でか、いや、でかもいいですね。でかい、憧れます。憧れる、憧れる、憧れますが、警備員、自宅、うまい、うまい、うまい。正解は警備員、かっこ自宅。めっちゃ警備する、めっちゃ警備します。はい、では最後ですね。こうから始まるおすすめ知識は、こうめっちゃ難しいな。ちなみにどのってます。これを使うとよく眠れる、ホットアイマスク。おお、うまい。感じです。なんもない、なんもない。自分だけやってるなみたいな自分ですよ。え、ない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 。私も全然なんか怖いわ。格ゲーみたいになっちゃった。これを使うととか、これがあればとかでもいいですよ。これがあれば、え、もうちょっとなんか何も思いつかない。ほんまにごめんなさい。はい、ではどうぞ。コンプレックスはバイエグさん。かっこいい。これ江口さんどういうことでしょうか。多分各々がすごい嫌だなって、自分のこういうところが嫌だなって抱えてるところってあると思うんですけど、
それを生かしたこの人は自分次第で。かっこいい。それをうまいこと使うとすごくいい影響をもたらすのではないかなと思っています。いいですね。これはじゃあ加賀地さんいきましょうか。私でも書いてる通り、この世の中目に見えてるものだけが真実とは限らないので、ということはそういうことですよ。はいはい、なるほど、深いですね。そしてさらにここに来てさらに深いのが落ちたんですか。これはあのたまにほら料理本とかに小さじ3って書いてあることあるんだけど、いやいや大さじ1って書けようっていう。深いわ。ここに来て2人ギア上げるってくるのやめてもらっていいですか。小さじ3は大さじ1ということは、うん、大さじ1は小さじ3、ね、あ、そうそう、そういうこと、そういうこと、そうそうそう、深いわ、深い深い。これもじゃあ3人とも、あ、正解は小さじ3は大さじ1。この世の中目に見えているものが真実とは限らない。コンプレックスは最大の強みとなる。ということで朝までそれ正解、採用数が高かったのは誰なんだろう。これは加賀地さんと奥さんが同率ですね。おまあ、あのね、ちょっとうちは風邪などもあって脳がちょっと回ってなくて、はい、楽しくなかったかもしれませんが、こんな時もあるよということで、はい、どうでした。楽しかった。楽しかったです。楽しかった、はい、楽しかった。感謝いっぱい。最後だけはもう本当に消し去りたい。二人がギア入れると思わないんで。さっきまで大谷翔平とかに喋ってたんですよ。結構楽しいので、皆さんもぜひお友達同士とかやってみてください。ではキャラが風邪早く治してねと思ってくれた方、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では今日はこの辺で、無駄はバッツです。